平野仕様と長瀬角がジャニー氏のマンションで、カウアン・氏26の性加害告発とジャニーズ内のゴリオシニの事実から湧き立ってしまう、ファンの不安、とは、2023年上半期ベスト5。2023年上半期、1月から6月、ふみはるオンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。ジャニーズ部門の第1位は、こちら。 初公開日2023年4月23日、小ジャニー北川氏によるジャニーズ JR への性加害報道が BBC で報じられた後、元ジャニーズ JR のカウアン・岡本氏26が告発会見を行った。ジャニー氏から性的行為を受けたという告発を、岡本氏が実名顔出しで行ったのは初めてのことだ。 詳細はすでに各メディアで報じられているため割愛するが、世間ではその勇気ある行動を支持する声が高まっている。一方で、ジャニーズファンの一部からは、売名行為、デビューできなかった中途半端な JR の逆恨み、といった岡本氏を非難する声も多数聞こえてくる。 しかし岡本氏が15ケラ20回もの性被害を受けたと主張する2012年から2016年という時期を聞いて、筆者には一つ思い当たることがあった。その時期は、ジャニー氏が自分のお気に入りをゴリ押しする、暴君、ぶりが絶頂に達し、ファンでさえその瞑想に戸惑う人も多かった時代なのだ。そしてその混乱の中で、岡本氏はゴリ押しを受けた一人だった。 それだけに岡本氏の告発は、まさか、と同時に、やはり、の感情も湧き上がる。カウアンさんの事務所からの押されぶりは凄まじかった。女性誌などでジャニーズ取材を何度も行ってきたライターの A さん、40代、も、当時のジャニーズの迷走ぶりをこう語る。 岡本カウアンさんは JR としてそこまで人気があったわけではありませんが、事務所からの押されぶりは凄まじいものでした。セクシーゾーンへのバックダンサーに突然抜擢され、時にはメンバーの松島さとしさん、マリウス洋さんよりも前に来ていることもあり、ジャニーさんのお気に入だということは一目瞭然。 ただ岡本さんがゴリ押しされていた時ジャニーさんはすでに80歳を超えていて、さすがに猛性的な接触はないのでは、というのがジャニーズ取材に携わるライターや編集者の感覚だったと思います。ジャニー北川、共同通信社。 ジャニー氏がお気に入りのタレントを突然大きな仕事に抜擢するのは珍しいことではなかったので、岡本氏もそうしたお気に入りの一人と見られていたのだ。その後も岡本氏に対するご利用しは続いた。 2012年のセクシーゾーンコンサートでは、マックで菊池風磨から、俺の友達を紹介すると紹介され、私服姿で登場した岡本氏がアカペラでジャスティン・ビーバーのベイビーを熱唱。あまりに唐突なスポットライトに、ファンは、ゴリ押しにも程がある、と、騒然となった。 その後も、2013年3月の、ジョニーズ・ヒューノーラルドへの感謝祭り、では、セクシーゾーンの新曲時に、岡本氏は岩橋玄樹や神宮寺雄太など人気 JR を差し置いて、バックダンサーのセンターとして登場。同年4月のセクシーゾーンコンサートでは、現キング・アンドプスの平野氏王と岡本氏が、金冠、キング・オブ・関西、として登場したこともあった、米印。 金冠は後に平野、現室の湾ノン向安寺と元 JR 金内修身の3人に。その後、岡本氏はセクシーゾーンへのバックダンサー、通称セクバに抜擢され、岩橋、神宮寺、平野潮との4人からなるセクシーボイズにも選ばれた。2014年のドラマ、GTO、富士テレビ系で菊池風馬と共演するなど、露出を増やしていった。 ジャニー氏はアメリカ育ちという経歴ゆえか、元セクシーゾーンへのマリウス氏やシクストーンズへのジェシーをはじめ、外国人ミックス枠を調和してきた歴史がある。JR たちが出演する舞台の真ん中に、夏休みに海外から遊びに来たジャニーズ JR ですらない見知らぬ外国の少年が抜擢されたことすらある。 なのでブラジルと日本のミックスで目鼻立ちの派手ない,いかにもジャニー氏好みの岡本氏が登場した時にファンは次はこの人がお気に入りなんだとすぐに悟ったのだ。ゴリオ氏がキャリアを約束するわけではない。しかしそのおされぶりとは裏腹に岡本氏が平野氏用などと並ぶ人気 JR になったわけではない。意外にもジャニー氏の ゴリ押しを受けながら、スムーズなキャリアを築けなかった JR は少なくない。例えば、スペオキ、と言われた中山祐馬は、周囲のメンバーも、ユニット名も何度も変えつつ、すでにデビューしていた平成ジャンプの山田涼介と、知念ユースモモも巻き込んだ期間限定ユニット、ニック、全身はニックボーイズ、を経て、自らソロ活動の道を歩んだ。 同じく、スペオキ、佐藤勝都氏も特別扱いされ続けたことで、ファンから冷たい視線を浴びることも多く、2015年にようやくセクシーゾーンが5人体制に戻ったのも束の間、松島の一時活動休止、マリウス氏の一時活動休止卒業と、苦難の道が続いている。一方、ジャニー氏の超愛とファン人気が両立した人ももちろんいる。代表的なのは、 岡本氏と同じ名古屋ジャニーズ JR、後に関西ジャニーズ JR に出身の平野氏用と関西ジャニーズ JR 出身の長瀬門だ。他事務所での芸能活動経験のある手垢のついた子を好まないと言われてきたジャニー氏だが、名古屋のボイズメンの前身プロジェクトで活動していた平野は数少ない例外の一人。 長瀬は、現には男子の西畑大和れ、大西流れ星と三人の JR ユニット、には王子、で活動していた。このユニット名は、の、長瀬、二ハハイヤジールー氏は、西畑、王、大西、から来ているが、J はジャニー、というまことしやかな噂もあるほどのお恐れぶりだった。当時は、関西を拠点にしていた平野塩と長瀬角の、少年 二人が東京のジャニー氏のマンションに遊びに来て、自転車で遊び回っていたという目撃談もファンの間ではたびたび語られていた。2014年5月17日には、ファイト、ユーたちからジャニーズ JR の一決定戦 TBS という当時のジャニー氏の長愛事情がくっきり反映された奇妙なテレビ番組も放送されている。 ジャニーズ JR のナンバーワンを決める、と名打ち、100人のジャニーズ JR が、ダンス、体力、トーク力、歌唱の4つのステージに挑み、総合でナンバーワンを決める番組だった。しかし審査基準が何とも曖昧で、ダンスでは、表現力、が審査され、 体力では30メートル走を全力でやった後、もう一度走って自分の限界を超えられた人という基準で、運営側がスタレントに勝たせることができるようになっていた。そしてこの決定戦で優勝したのはスペオキの一人、長瀬門だった。しかし当時の長瀬はダンス、体力、 トーク、歌唱度の部門においても、お世辞にも実力上位とは言い方く、人気 JR の長瀬に箔をつけるための、出来レース、と見る向きが多かった。ちなみに岡本氏も、その決勝に残っている。自分のスペを気を売り出すためならば、なりふり構わない、という老教に入ったジャニー氏の様子が、この番組にはよく現れている。 デビュー済みのタレントや現在の JR たちすら疑惑の範疇に。しかし今回の岡本氏の告発によって、ジャニーズの性加害問題は過去の話ではなく10年も経っていない現在の話として再注目を浴びている。そうなれば岡本氏と同時期にされていた人気 JR たちは大丈夫だったのだろうかと心配になるのも無理からぬことだ。 これまでデビューしたジャニーズのタレントたち、さらに今の JR すら疑惑の範疇に入ってきてしまう。一連の報道に対し、ジャニーズ事務所はまず、2019年の前代表の死去に伴う経営陣の変更を踏まえ、時代や新しい環境に即した社会から信頼いただける透明性の高い組織体制及び制度整備を重要課題と位置づけてまいりました。 と回答したが、それに批判を封じるつもりか、と批判が殺到。そうした批判を受け、さらにジャニーズ事務所は社員や所属タレントを対象に聞き取り調査を行ったことが4月21日に朝日新聞で報じられた。同紙によると、社内ヒアリングのため十分ではないとしつつ、現時点で問題点は確認されていないとしている一方、 すでに退場した元タレント向けの相談窓口を設ける考えも文書で示したという。しかし、社内ヒアリングのため十分ではない、タイミングでの発表に隠蔽の意図を感じてしまうのは、筆者だけではないだろう。所属タレントたちの名誉を守り、また、タレント、ファンの信頼を回復するためにも、ジャニーズ事務所は正面からこの問題に誠実に真摯に向き合い、 蓄積された海を出し切る覚悟で徹底的に調査する必要がある。2023年上半期、ジャニーズ部門、ベスト5結果一覧。1位、平野市用と長瀬角がジャニー氏のマンションで、カウアン・岡本氏26の性加害告発とジャニーズ内のゴリオシニツの事実から湧き立ってしまう、ファンの不安、とは、https、コロン、スラッシュスラッシュ。 バンシャン .jp スラッシュオーティカルズスラッシュハイフンスラッシュ649112金振り騎士歌ひらの使用をかけされた理由。二宮和也の番組から出演シーン丸ごとカット https コロンスラッシュスラッシュバンシャン .jp スラッシュオーティカルズスラッシュ ハイフン、スラッシュ、649103位、元ジャニーズ大川慶吾、29、が明かす、禁断の元ジャニーズあるある、本人がいないの二楽屋は、亀梨しの香水の匂いに、桜井の男気プレゼントと二宮のキャップ、https、コロン、スラッシュスラッシュ、バンシャン、ドット jp スラッシュ、オーティカルズ、スラッシュ、ハイフン、スラッシュ、649094位、 ジャニーズ退場後の元 V6 森田5、44、ニオファー殺到のわけ、仕事先で森田は、宮沢さん、宮沢は、ゴーちゃん、と、熱愛報道の裏側で見せた男前エピソード https、コロン、スラッシュスラッシュ、バンシャン、ドット jp スラッシュ、オーティカルズ、スラッシュ、ハイフン、スラッシュ、649085位、キンプリヘイヤー仕様。 神宮寺ゆうたの退場でジャニーズはいくら稼いだか計算して分かった驚きの事実 h t t p s b a n ン h a n j p s o r t i c a l s 6 4 9 0 7タコーバカ web オリジナル、特集版。タコ、web オリジナル。